岡山県の備前市のこれ夕立受け山までやってきました。ここは標高は200メートルほどなんですけど、なんか瀬戸内海が見える眺望のいいハイキングコースみたいです。ここトイレとかもあったりして、便利かと思います。ではレッツゴー。すごいキノコやな。なんで一本だけこんなとこにある。なんか虫が。あーすごいね。うん、あすごい。あほんまやね。うん、あれが岡山ブルーライン？いや知らんね。でも 400m って書いてたからすぐやな。すごいここやね、ここからずっと上がってきました、ここ結構つづら折りの結構な登りがあります。で、抜けたらここ、あ、すごい夕立受け山 209.7m 到着、夕立受け山という珍しい山の名前。そうやね、ちょっと霞んでるけど見えるかな。見える。あれ小豆島です、すごい近い、すごい大きく見えるね、フェリー乗ったらすぐやね、船酔いが、ちょっと四国まではちょっと見えないですね。四国まではちょっともっと向こうやね、そこを見てあるんですけど、こっから標高50メートルぐらい降りて、また標高50メートルぐらい上がったところにまた眺望のいいところがあるそうなんで、あそこのあれかな、見てみたいと思います。でここからまたさらに奥の展望台の方行ってみたいと思います。なんかクモの巣がいっぱいなので棒持ってあります。すごいすごい。一本も出てませんわ。ちなみにやけど、何見えてへんやろうけど、帽子とか、この辺にもいっぱいついてんで。何がクモの巣が。ほんま。立ってるちゃんとめっちゃ顔に激突したよ、あらららら、あ、なんかあら、ちょっと怖いぞ。なんかクモの巣がすごいので、お客さんに前を歩いてもらってます。すごいね。すごい。いや、ほんまにすごいよ。よいしょ。結構な道です。なんか、どうなんやろ、これは。なんか、一本道なんですけど、合ってんのかなって思ってしまいますね。遊歩道終点って書いてある。やろ、あっち行ってみて。何やろ、ねえ。
なんかいいな。また雲の音だけ。あ、ピンクリボンがあるわ。あ、ほんまね。うん。こっちか。うん。あ、展望岩があるそうなんで行ってみたんですけど、ちょっと茂みが深すぎて、でも戻ってきました。クモの巣だらけになってもたな。うん、クモの巣まみれ。じゃあ下山します。ゆいだち雪山ここ行って、ここも行きました。ここも行きました。この道ちょっと茂みが深すぎてちょっと断念しました。茂みと雲やったな、はい、途中で帰ってきた感じ。でも整備されてて綺麗な道やと思います。ここだけがちょっとね、もうちょっとかな。その手前もかな。うん。じゃあこれでおしまい。ね、今日は牛窓まで足を伸ばしたいと思います。牛窓で穴子専門店でランチ予約してます。レッツゴー穴子。今日土曜の牛の日やで。これが山頂から見えてた橋、今渡ってます。綺麗な道やね。綺麗な道よ。うん、瀬戸内市突入。牛窓のオリーブ園に行く途中なんですけど、ひまわり畑があったのでちょっと寄ってみたいと思います。すごいすごい、びっくりしたね。びっくりしたな。じゃあお昼ご飯食べてオリーブ園、牛窓のオリーブ園に来ました。じゃあ行ってみよう。遊歩道こっちって書いてあるけど、結構なんか草ぼうぼうやね。草ぼうぼうやね。こっちから行こうか。幸福の鐘、こちらへお進みください。ピンクのポスター、通常郵便は発送できません。そうなんって書いてある。ほんまや。3回って書いてんで、ありがとうございました。3回鳴らすの、なんか書いてたで、ほら。あ、ここ心を込めて、あ、こもってないですね、さっきの。私もっとオリーブ畑があったりするんかなと思って。畑。うーん、オリーブなの、ミンガなの。ああ、まあまあ、なんちゅうの、容器あるっちゃあるねんけどな、オリーブ。日本一の駄菓子屋やって行ってみたいと思います。
入場制限かかってます。うわ、広い向こうにも。うわ、広なんか食べたいのない？そうやね、今とりあえずは見てんねんけどな。でかなんでもでかっ。ええやん、ほら日本一と言ってもほんまやなすごいわこれ。30円やって、これ懐かしい。知ってる？知ってるよ。しかもいっぱい種類があるやん。うん、コーラやな、コーラ。いや、コーラ味もあるやん。ブラックサンダー、赤折りでいっぱい種類がある。これ、おいしいやつ。ああ、それおいしいやつやな。買う？買ってよ。これじゃないの？あ、セコヒあるんや。買う？欲しいな。めっちゃ入れてもた。うわ、こっちにもあるよ。うまかいな。あ、誰か好きなやつ。私の好きなスルメいっぱい。あ、これ、これ見て、フッピーラムネチューハこれパインアメサワーの元やって。それこれボンタンアメのお酒。あ、昆布コーナー。昆布誰か好きなんちゃうか。美味しいけど容器入りすぎ。マギーおばさんのチョコチップ。何マギーおばさん。マギーおばさん、分からん。ステラおばさんじゃなくてマギーおばさん、うん、マギーおばさん。これもなんか小さいのがいっぱい入ってそうや。そうやろ。納豆味やってます。種は可愛くないけどな。これも、うん、バッグ。ポテチ。うん、ガンダム置いてます。すごいやん。シャア専用まで。チョコレート。うん、おお、こんなん美味しそうやな。マクビッキー、140円。安い。ブラックサンダー白身チョコ箱買いこれマクビティめっちゃ安い。140円。めっちゃ安い。ヨッチャンイカの大量買い1ヶ月分やん。高い。